イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。サーロバート・ネーピア陸軍元帥が除されたことに始まる。初代男爵、ロバート・ネーピア英国陸軍軍人、ロバート・ネーピアは、イギリス・エチオピア戦争下のマグダラの戦いを指揮して、干渉した行により、1868年7月17日に、連合王国貴族としてアビシニア及び、チェスター王権迫領カリントンにおける、 マグダラのネーピア男爵に除された。さらに、1883年には、陸軍元帥に昇進したほか、ジブラルタル総督職を務めている。なお、大法官府事務次官を務めた官僚、サー・アルバート・ネーピアは、初代男爵の次男に当たる。その後は、長男、次男、イボアニの順で爵位が継承されたほか、これ以降は四大男爵の系統で現在に至っており、 元当主である六大男爵はその孫にあたる。爵位に係るモットーは、何時、その鎖を解き放て。これは、マグダラの戦いに臨む、初代男爵に対して、ビクトリア女王が特選した伝文の内容に由来する。法廷推定相続人は、元当主の息子であるジェームス・ロバート・ネーピア。ありがとうございます。